はい、どうもたらきちの無課金ハオロード阪神10戦編です。で今日でログインが、1827日目ですね。はい、現在2024年6月17日の、14時16分なんですけども、今回ですね、ポロスピパークあと2日と22時間まだ3日ぐらい残ってるんですけども、一応ね累計の方終わりました。はい、こちらですね。はい、累計の方終わりましたんで、今回この一番下のS ランクエキサイティングプレイヤー契約書第2弾、これ開封したいなと思います。はい、一応ね、自然回復のみで、終わったんですけども、1回ねスタミナマックスにもなりましたね。その分ちょっと早めに終わったかなという感じなんですけども、まあ、エナジー使うことなくね自然回復で終わりましたんで、まあ、よかったかなと思います。はい、はい、それではね契約書開封するんですけども、今回エキサイティングプレイヤー第2弾は、阪神大山選手ということでね、もうぜひ欲しい選手です。はい、守備がファースト B、 弾道アーティストミート77、パワー79、走力68ということで、僕まだね、今回のシリーズのね大山選手持ってませんので、もうぜひもうここで来てほしいなと思ってます。もし累計で来なければ、まあ、ガチャもちょっとしようかなと思ってるぐらいね欲しい選手なんでね、ぜひここで来てほしいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、はい、それでは契約書開封します。ぜひ来てほしいな、まあ、ここは来てほしい、一番下かな。はい、こっちですね。はい、 S ランクエキサイティングプレイヤー局長第2弾プロスピパークの累計ですね、欲しいのは大山選手だけです。いきます、お願いします、来い、来てくれ。さあどうでしょう、ここ来たらでかいんですけどね、こういう時来てほしい。さあ来い大山選手、バット当たらへんかな、当たらへんか。さあ大山選手来い。床田選手か。はい、広島ですね。はい、床田選手でしたね、残念やな。そっか、この辺か。まあまあまあしゃあないですね。はい、非常に残念ですけどね、欲しい選手だったんでね、大山選手ね、床田選手でしたね。はい、残念です。はい、まあ今回こんな感じですね。一応ね、まあちょっとガチャもね、やろうかなとも思ってるんですけど、ちょっと悩んでるんですけどね、まあエナジーが今2738ということで、まあ、最大60連なんでね1500いるんでね、まあ、今後のタイムスリップのことも考えるとちょっと悩ましいところではあるんですけどね。はい、まあ、ちょっともうちょっと考えます。はい、まあ一応めっちゃ欲しい選手だったんですけどね、残念ながら、プロスピパークの累計では小ずということで、残念な結果でしたね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金覇王ロード阪神10戦編でした。